教えてくれるのはマロンさん。人物写真をメインにジャンルを問わず活躍するマルチな全国出張フォトグラファー。インスタグラム投稿もしていて、スマホで撮れる映え写真のコツ伝授していただきます。今回はスマホ撮影の腕を上げたいと希望してくれた3人の女性がロケに参加。季節の花を楽しめる福岡市植物園へ。インスタとかで流れてくる人を撮る時のテクニック、料理がもちろんメインだけど、その背景も、背景だったり角度とかもやっぱり重要になってくるので、もう雨降ってたり、まあ、曇りだったりしたらあんまいい写真撮れたことないし。さあレッスン1。この機能をオンにするだけで風景写真が映えます。そしたらこちらで風景の写真をまずは撮ってみたいと思います。はい、難しいです。はい、どうぞ。あいいですね改善の余地ありです写真を見てみると、暗い写真や角度がちょっとイマイチだったり。皆さんグリッド線入ってますか？はい。お、いいですね入ってますね入ってない。グリッド線とは、撮影するとき画面に引かれた補助線のこと。表示方法は iPhone の場合、設定からカメラを開き、カメラの中にあるグリッドをオンにすれば、画面に縦と横の線が表示されます。Android の場合は、カメラ設定の中にあるグリッドラインをオン。縦と横を3分割して交わった点のところに撮りたいものを持ってくると、映える写真が撮りやすくなります。はい、メグさんの場合、花の向きとバランスが悪いということで、グリッド線を使って改めて撮影すると。素晴らしいです、パーフェクトですこれ何に注意しましたか？奥に赤い花がちょっと映ってたんですけど、はいはい、それを映らないように、はい、もう花メインで真ん中で勝負しました。はい、はい、でしかも こちらに花が向いてるじゃないですか、はい、でこっちにちゃんと余白ができているので綺麗な写真になっていると思います。綺麗です、ありがとうございます。さらに光には被写体の前方から当たる順光と後方から当たる逆光があります。背景に太陽や照明がある場合は、顔を明るく映してくれる機能ですが、色が鮮やかに撮りたいときは順光がおすすめ。iPhone とかで撮影するとき、基本ちょっと色が落ちてしまうんですよ。で基本しかも今回曇りなので、そのときは絶対にビビットにすると鮮やかさがプラスされて、綺麗な写真に、映え写真になるのでビビットは上の画面にある印をスワイプすると表示されるフィルターをタップ。 iPhone だとビビッドに設定してあげると、暗かったお花が色鮮やかに。早速2人も実践。なるべく明るいところに行って撮るようにはしたんですけど、良くなりました。良くなりましたおレベルアップしますありがとうございます。レッスン2、空間大事。余白に気を配ることで人物写真が映えますさっき風景撮るときに教えてもらった線が交わるところに人物置いたり、フィルターとかそのまんましましたでもそれでも前よりいいと思うんですけど私の表情は完璧なんですけれどもここで言いたいのは、人間って立ってますよね。立ってるってことはどこに余白を作らないといけないですか。こう私たち立ってます、ピーンって立ってます。上、そうです、上です。余白をつけてあげると画面に動きや奥行きが出るのでおすすめ。でもう一個ポイントがあって、こう上から撮っちゃうと足が短く見えます。あと顔が大きく見えます。なので下からこうちょっとだけちょっと傾けて撮ってあげると、上に余白もできて、しかもスタイリッシュに撮ることができるのでぜひちょっとだけ意識してほしいと思います。レッスン3、
スマホを丸々にするだけで料理写真が映えます。おしゃれなカフェで撮影するのはハンバーガー。高さがある食べ物はなかなか難しそうですが、普通に撮影しようとするとこう皆さん上から撮りがちだったんですけど、これを逆さまにするとそのお肉も一緒に映る。逆さま、こんな感じで、美味しそう。こんな感じ。ハンバーガーもちゃんと写ってて、あ、そうです。でテリーもちゃんと入っての写真なので、すごい。ライトがキラッとしてる。あ、これライトがキラッとしてるのはあの私のレンズが汚れてるからあえて触ってます。そしたら光があの拡散してあのシャーってこんな風に、3人も料理写真に挑戦。果たしてどんな写真ができたのか。いや、すぐ使えるギミックが、ね、はい、いろいろあって、簡単でしたよね。面白かったですよ、余白とか、はい。そしてお三方がレクチャーを受けて撮った写真、このようになってます。すごい。ね、いい写真ですよね。そうですね、それぞれに個性があって、和田さん、どれが一番食べたいですか？どれが一番食べたい？まあ、確かに下からこの余白ある方が美味しそうだから、ね、さっきの自分の僕の写真も、だから下からこうやって撮るべきだったってことですよね。ハート形の立体感がちょっと、ね、立体感がなかったって、上から撮ってるから。高さがあるものは下から撮った方がいいと。素材、はい、をね、見せてあげるということで。食べ物によっても変わるということで。で、さらに料理を撮る時のポイントとして、はい、艶を出すためにできるだけ窓側の席を選ぶというのもいいみたいですね。やっぱ光が入ってきますから。それはちょっと店員さんとのやり取りですよね。お願いします。先ほどもありましたが、お花や人を撮るときはその向いている方の向いている方に少し余白を空けてあげる。向いている方の余白ですね。はい。あ、はい、あ、こういう逆です。逆ですね。逆です。はい。そうやって撮ってあげると綺麗に撮れるということですね。そんな番組ある？はい。ゴールデンウィーク始まったばかりですから、たくさん思い出の写真残してください。